東京都交通局 M 型電車はかつて東京都交通局が所有していた懸水式モノレール用電車。上野懸水線の2代目車両として1967年から1984年まで17年以上に渡って使用された。1957年12月17日に開通した日本初の常設モノレール路線である。 東京都交通局上野県推線では当初、日本車両製造製の H 型が使用されていたが、老朽化が進んだことで、置き換え用の新型車両が導入されることになった。これが M 型電車である。車体の設計にあたっては、空中を走る懸垂式モノレールという、 上野動物園モノレールの特徴を活かし、全面上部が突き出した逆傾斜デザインをテーマとした上で検討が行われた。この逆傾斜デザインは、運転台への直射日光の差し込みや全面ガラスへの気球の落下を防ぐ効果もあり、M 型以降上野動物園モノレールに導入された他社にも受け継がれた。車体外反には従来の車両から軽量化を図るため、 繊維強化プラスチックが採用され、組み立ての際にはエッジや凹凸を効かせるため、コルゲート構造が応用された。車体前面はアイボーリーに塗られた一方、倉庫に配された赤帯にはステンレス製の帯が設置されたほか、前面にもステンレス製の飾り帯が存在した。車内は大人でも支障なく、往来が可能な洋車庫をできるだけ確保し、座席も大人が座れるほどの大きさとした。 座席配置は、運転台側、連結面側は3人掛けのロングシート、それ以外の箇所は、クロスシートであり、非常時に備え運転台側ロングシート付近には、ズック製のバケットを用いた脱出装置が設けられていた。熱線吸収ガラスと普通ガラスを組み合わせた固定窓は、車内の狭さを和らげるためできるだけ大きくし、車内の通風は、 屋根状のラインデリアによって行われた。運転台には主管制御機が設置され、右側のレバーは立行、制動を制御するコントローラで、左側のレバーは進行方向を制御する機能を有していた。主電動機は 12kW のシャントモーターが4機、設置されていた。速度制御は境時制御方式によって行われ、上り勾配走行時には弱め開示。 下り勾配では前回時とすることで所要時間が一定となるようにした。走行車輪は空気タイヤを用いた。H 型の運用は1966年11月30日をもって終了し、線路整備を伴う1ヶ月ほどの運用休止期間を経て、翌1967年1月1日から M 型の運用が開始された。以降は、 上野動物園モノレールにおける2代目車両として活躍を続けられたが1980年代前半には設備も含めて老朽化が進行していた一時は東京都の財政再建計画としてモノレールの廃止計画が盛り込まれたが上野動物園を象徴する交通機関としての人気の高さから存続が決定し施設更新に合わせて車両についても三代目にあたる 30型に置き換えられることとなり、1984年9月をもって営業運転を終了した。ありがとうございます。